デカブツだ。車に戻ってここを出よう。店長、もうちょいだ。私もう限界かも。ビリの字で、こいつが伝説のプロ棋士か。よっとたあっパイセン、なまったっすね。行くぜ、目にもの見せてやっからよ。くそ、責任感じるぜ。カリュドーンの子は客人をきっちりと弔ってみせっからな。ライト、棺はお前が担げ。責任重大だな。うん、霊柩車は安全運転でな、パイパー。ふぅ、あれをゆっくり走るぜ。バーニス、強火で送ってやってくれ。ああ、骨になるまで燃やしちゃうんだね。ルーシー、ルーシー、ジャパンは終わりですわ。怒んなよ、ラビに伏すってやってみたかったんだ。客人で遊ぶんじゃありませんわ。バーニス、しまいなさい、そんなの。あー、もうアホの耳ですわ。リン、無事か、怪我はないかい。悪い悪い、つい今日が乗りすぎた。愛から蘇ったな、歓迎するぜ。カリュドーンの子、やっぱり来たね。行くぞ、計画通りになれ。ライト、なめくさりやがって。オレっちだ、エルラム。てめえに20連勝を阻止された。傲慢な野郎だ。イケメンで強くて人気で、イケメンだからってすっとぼけてんじゃねえ。なんでイケメンって2回も。ベルラムか、いいぜ、覚えとこう。バカにしてんのか。それ聞いたの3回目だぞ。もういいぜ、俺っちらの因縁も今日限りだからな。一発分からせて終わりでもよかったの。でもね、刺激されちゃったんだ、捕食者の本能ってやつ。はあ、ふわふわで、え、あったかい。正気、自分ごと燃やして。来たよ、言われた通りね。誰かいないの。約束をたがえた。モルス、一人でと言った。何言ってるの、約束のものを渡して。それには相応の代償がいるな。いっそ猪どもから取り立てるか。おい、
今のはまぐれじゃないぞ。遠慮はいらないってわけですわね。モルス、母さん、まとめて分からせますわ。逃げる気ですわ。追いますわよ。シーザー、どうしてここに。シーザー、落ち着いて聞いて。町長と覇者の手下が。よせ。知ってる。これ以上物資をフォローに置いとけね。母さん。全部持ってけ。え？アシャ、ポンペイ。シンダーグローレイクはすぐそこだよ。シーザー、あれって。おい、おっさん、しっかりしろ。ひどい侵食反応。シーザー、火の湖がエーテル結晶まみれですわ。一体何が起こってるんですの。ルシウスが裏切った。すぐ連れ出してやる。まずはそれから。時間がない。シーザー、必ず死んだグローレイクを守る。ホッサン。ポジション。だぜ。なんてことね。やっと終わりました。でも死んだグローレイクはあと数分で完全に消えちゃうね。皮肉ですわね。火打ち石があってもこの距離じゃどうにもなりませんわ。石油が消えたらルシウスはここをどうすんだろうな。もう奇跡でも起こらない限り。火打ち石を届けるぜ。何？待て、シーザー。あんた、こんな大バカ。死にますわよ。正気ですの。シーザー、待ちなさいってば。シーザー、居場所なんていくらでも買いが利きますわ。そうだよな、ルーシー。石油がなくたって俺らは別の場所で生きていける。けど、そうしたくてもできねえ奴らはどうなる。悪い、これしか思いつかねえんだ。
ないだと。どっからだ。